今歌った曲はメテキのファイアーキャッツと千歳の小さな郵便局のイメージソング恋人たちの夕パクでした。はい、これで私たちのね、あの曲の半分が終わったわけですけど、そうですね、はい、ここからが本番ですね。そうですね、本番ですね。はい、このね、ライブのタイトルにもなってる通り、私たち3月に CD を全国発売しました。イエーイ、しました。はい、なのでその曲をやらないわけにはいかないので、そうなんですよ。って言ったらやりたくないみたいに聞こえるから、そうじゃないんですよ。やらせていただきたいです。はい、なんで、ここから本番なので、今まで以上にね。はい、盛り上がっていってくれないと困るので、皆さんよろしくお願いしますね。お願いします。 仕立てに、仕立てに、次の曲で皆さん一気に汗かきましょう。イエーイ、千歳初恋物語です、どうぞ。 Thank you.
北海道の方なら馴染み深いであろう果物ハスカップの曲を歌います。この曲もね、一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。ハスカップ小町です、どうぞ。甘く5月5日には私たちの決定15周年のイベントを中ホールでやらせていただきます。イエーイ。そう、中ホールって言った。中ホール、そうでね、この中ホール、あの千歳市民文化センターっていう、まあ、駅から歩いて5、6分ぐらいのところにある、
場所なんですけど、そこの中央ホールがね、もうすっごく人が入る場所なわけですよ。そうなんですよ。あえて数は出さないと置くけど、すっごく人が入る場所なんですよ。めっちゃ入る。でも今日来てくれてる人みんな来たら前の方は埋まるよね。そうだね。そうなんだよね。これでようやくなんですけど、でもね、前の方もふかふかっていうのも嫌なので、そうなんですよね。はい、できるだけね、一人でも多くの人にね、席を埋めてもらいたいので、はい、皆さんよかったら、無料で見られるイベントなので、そうなんです。はい、ぜひぜひ来てください。またそう、そのライブではね、今日歌ってないような曲も聴くことができるので、はい、無料でね、無料でお得です。お得みんな来てね、はい、それでは、次の曲で最後の曲なんですけど、すごい久しぶりにやった。そしてめっちゃ綺麗だった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後の曲はですね、もうみんなで踊って踊って踊って汗かきましょう。イエーイ。それでは聴いてください。千歳市花園町、花園町内会館のイメージソング、花園会館です。どうぞ。